どうも。はい、今回ですけども、今日はですね、最近ですね、いろいろ、ちょこちょこ動画上げてるんですけども、最近ちょっとユニクロだとか GU っていうのを最近上げてなくてですね、上げてないかったのもちょっとあんまり、いいなって商品がなかったんで、上げてなかったっていうのがあるんですけども、で、最近ちょこちょこ免疫行くことが多くてですね、たまたま免疫に大型店、があるんですけども、大型店によってはですね、これはっていう商品をちょっと見つけたんで、そちらの方を紹介したいなと思います。で、今回が、GU ですね。GU の方で1点ですね、買ってきたんで、そちらを紹介したいなと思います。で、最近ちょっと、気温が暖かくなってですね、だんだん T シャツ着る時期になってくると思うんですけども、で、今回は、T シャツなんですけども、大体いつも、最近の流行りだと、ビッグTだとか、あとはユニクロでエアリズムだとかそういうのがあるんですけど、で今回たまたまですね、GU 行ったらですね、かっこいい T シャツ売ってたんですね。で今回そちらですね。でその T シャツがですね、今ここに貼ってるこちらになります。これですね、これなんて名前だったっけ、ウォッシュドカットオフビッグ T 五分袖っていう商品になるんですけども、これがなんかウォッシュ加工がされてるんですよ。なんかもうほんと古着のヴィンテージの T シャツっぽい感じで、で、しかもこの、こういう袖の部分がこうやって切れっぱなしになってるんですよね。切れっぱなしでちょっとこうやって、くるっとこうやってちょっと丸まっちゃってるんですけど、こういう加工がされてるんですよね。ここの、着丈の部分もですね、こんな感じで。かっこよくないですか、これ。これでくるんってちょっと回ってるんですけど、あとこういうふうにちょっとこうやって色が落ちてたりだとか、わざと。これ見た時に、これかっこいいな。なんだこれと思って、見てですね。初めて、こうみんなこんな感じでカールしちゃってるんですね。もう着てっぱなしがもうくるっと癖がついた感じで、これねかっこいいんですよね。でしかもポケットが一応ここについてて、あとはこの首元もちょっとなんかもう色あせた感じになってて、これかっこいいですね。これ見た時にわかっこいいなと思って、値段がこれ1690円なんですよね。安いですね。はい。でこれこの他にですね、白とあとブラウンですかね、3色ありまして、でこれがちなみに普通の GU じゃなくて大型店限定の商品になりますんで、もしお近くに、大型店とかがなければ、オンライン見たら今の段階だと全然フルサイズ残ってましたね。はい、これ結構かっこいいですね。はい、これ意外にね1600ぐらいで、かっこいいね。これちょっと古着感が出ててすげえかっこいいなと思ってですね、なかなかちょっと分かりづらいんですよね。ではちょっと一回、試着してみたいと思います。はい。ではですね、チェックするとこんな感じになります。で、私が、身長173センチ、体重74キロで、サイズが L になります。L でこんな感じですね。ビッグ T だけあって、身幅デカめの、で、五分袖で、今風な感じのシルエットで、いいんじゃないかなと思いますね。で、これで1690円ってめちゃくちゃ安いような気がしますね。結構これ凝ってますからね。こんな感じで、袖の部分こんな風になっていて、で、あとこうやってちょっと光で分かりづらいかもしれないですけど、ちょっとなんか白く色あせた感じが出てて、この古着感っていうんですかね、出てたりだとか、あとこの袖の部分がこうやってめくるとこうやってやっぱり色が落ちてたりとかする、ちょっとこういうギミックが、ね、こうやってめくると色が白かったりとかしてて、かっこいいですからね。これかなり首元も結構ね、あとこの着丈の部分ですかね、ちょっと分かりづらいですけどね、なかなかちょっと動画では伝わりづらいんですけど、結構ですね、お近くに大型店があれば、一回ちょっと実物見てみていただくといいかなと思いますね。ちょっと多分これパッと見、オンラインとかで見たら多分、なんか良さがわからないような感じがしますかね。これ、ほんと見て、あれ何これ、めっちゃかっこよくないと思ってですね。もうすぐ見た瞬間、あ、かっこいいなと思って、即買いですね、これ。はい。これいいですね、本当に。あと、よくこういう感じで、ここは白くなってたりとか、なかなか、これなんかヴィンテージっぽい感じが、なかなかちょっと伝えづらいんですからね。ちょっとこうやって色あせてたりとか。はい。これ結構いいと思いますね、本当。
あの最近ちょっとユニクロですと、まあ、エアリズムだとか、まあ、ありきたりなビッグディだとか結構飽きてたんで、でこれにそれにプラスミックス、こういうなんか古着感っていうんですかね、ミックスされるとすごいいいかなと思ってですね、ちょっとまた大型店行く機会があったらちょっと別のカラー、ちょっとたまたま自分が見たらこれしかなかったんで、他のカラーあったからちょっとそれよく見ればよかったんですけど、はい、これあのいいんじゃないかなと思います。はい、ではこちらで以上となります。はい、ではいかがだったでしょうか。まあなかなかですね、最近まあユニクロとかもなかなか、ユニクロ GU なんか最近新しいアイテムがなくてですね、なかなかいいのないなと思って買ってなかったんですけども、たまたま通りかかってこれ見たら、あ、これめっちゃかっこいいなと思って、でつい買っちゃったっていう形ですね。まあ結構いろんな、まあいろいろな GU とかだと結構よく、まあ最近のトレンドなんか捉えて、そういうなんですか、服が出てるんですけども、なんかちょっと安っぽかったりだとか、どうなんだろうなっていうので買ってなかったんですけど、これに関しては結構値段の割に、あ、結構凝った作りだなと思って、でしかも見た感じで、あ、もう最初の直感で、あ、かっこいいなと思って買った商品なんで、これ結構いいんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと他の YouTuber の方が紹介されてるか、ちょっと動画全然最近ユニクロとか見てないんでわかんないですけども、最近まあユニクロとか見た感じ、ユニクロ GU 見た感じではこれいいなと思った形でちょっと今日の動画アップしました。はい、また一応概要欄にリンク載しとくんで、また一回チェックしていただけるといいかなと思います。はい、でですね、またちょっとなんか、またなんかいい、ああいう良さそうな商品見つけましたらですね、また動画の方でアップしたいと思います。はい、ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。